ゃんの手作りなの？あら、全部目録作ったものだ。ただやはり手作りマフラーとなるとどうしても形が異質になってしまうね。ところどころ歪んだりへこんだりしてしまって、どことなく事故車から取り外してきたものにも見えなくもないし。うん、そんなことないよ。私にはサーリちゃんが苦労してそれでも諦めないで一生懸命作り上げた証拠に見えるよ。きっと白鷹さんもこれを見たら同じことを思うんじゃないかな。そうか、ああ、そうだね。白鷹ならきっとそう思ってくれるよね。早く白さんに渡してあげたいね。見ての通りだけど、何か問題でも。あ、そっか、手作りマフラーって言うから首に巻く方のだと思っちゃったんだよ。ああ、男性へのプレゼントといえば基本的にはゾッチらしいね。けど白鷹の趣味についてだったら誰よりも知ってる自信があるんだ。首に巻く方よりもこっちの方が確実にもらって喜ぶはずだよ。それに普通のマフラー位置と違っていつでも使えるから実用性もバッチリだよ。うん、やはり白鷹にプレゼントするマフラー位置といったらこれ以外には考えられないね。